とお荷物を安全に快適に運んでおります。 JR 四国連の皆さんが全身で阿波踊りのメロディーを奏でております。そして放送席前やってまいりました。心躍る水戸徳島連の皆さんです。後ろ踊っておりますのは可愛らしいです。徳島市イメージアップキャラクタートクシーさん、そしてそのお隣は徳島市長遠藤明義市長です。それでは遠藤市長よろしくお願いいたします。遠藤、皆さんこんにちは。徳島市長の遠藤明義でございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎申し上げます。そしてお礼を申し上げます。ありがとうございます。今踊っている人半分以上県外の初めての人なんですけど、結構練習した成果が出てるでしょう。みんな頑張って踊りましょう。さて徳島市イメージアップキャラクタートクシーさん、トクシーさんが挨拶します。長年徳島の顔として活躍されてきました遠藤明義徳島市長、もちろん阿波踊りも達者でいらっしゃいます。徳島ちゃんと一緒に踊ります。徳島県外からの参加者61名を含む124名の皆さんは阿波踊り振興協会所属の水玉連の皆さんと一緒に本場徳島の阿波踊りに参加してくださいました。心躍る水戸徳島連は徳島市が観光客の皆さんに阿波踊りの魅力を肌で感じてもらい、阿波踊りに何度も足を運んでもらうことを目的に、本格的な阿波踊り浴衣ハッピを着用して本場徳島の桟敷を有名連と一緒に踊り込む体験型企画です。男踊りと女踊りの参加者が着用しております浴衣は徳島発の人気バンドチャットモンチーの元ドラマー高橋久美子さんと画家の白井由美恵さんが立ち上げたプロジェクト人の夢がデザインしたものでございます。またちびっこ踊りが着用しております美山がとても特徴のあるハッピは平成19年に全国上映されました映画舞台美山でも徳島市と馴染みの深い女優の宮本信子さんがデザインしたものでございます。踊り込んでまいりましたのは三幸連の御三様です。
も爽やかな水玉模様があしらわれています。また手に持つ内側にも水玉があしらわれています。